覆クメンエクレアナマコは黒ナマコか黒ナマコ族に属するナマコの一種。オーストラリア周辺海域に分布する。2011年になって沖縄本島の沿岸に分布していることが報告され、北半球における初記録となった。体長40から50センチメートル。体色は高褐色で背面に黒色の反紋があり、 和名もこうした外見が洋菓子のエクレアに似ているために名付けられた。黒生子族の中でも赤見しきりホラスリアエジューラスレッスン1830と最も近縁であり、形態も類似するが退職によって容易に区別できる。沖縄では水深40の50メートルの海域から採集されている。研究者によるとエクレアとはほど遠い。 苦味と渋みの混じった味であるという。ABCDE 上の大輔、フアンソワミショノオーグスタフボーレー、ナルセガン、沖縄島から採集された、日本初記録のエクレアナマコ、ホラスリオネグラルーティア、沖縄生物学開始第49巻、2011年、103から107ページ、2011年9月22日、閲覧。 エクレアニのマコ琉球新報2012年9月10日。ありがとうございます。